マークシートの例西宮競輪場、甲子園競輪場マークカード単勝、副勝パンチカード関連マークシートとは、鉛筆、もしくは繰り出し鉛筆で塗りつぶすための箇所が印刷され、その箇所を機械に読み取らせるように作られた紙である。マークカードとも呼ばれる。公務員試験、大学入試センター試験などの入学試験、運転免許などの資格試験、採用試験における適正検査。 公営競技の投票権、数字選択式の宝くじやスポーツ振興くじの購入、電子投票、アンケートなどに用いられる。マークシートを用いた記入方法や試験方法はマークシート方式と呼ばれ、またマークシート式、マーク式、マークセンス式と呼ばれることもある。マークシート及びその読み取り装置は試験の採点のために開発され、 パンチカード作成にも利用されるようになった。マークシートはコンピューターへのデータやプログラムの入力などに利用されることがある。マークシートは和製英語であり、英語では、オマールシート、バブルシート、オマールフォーム、マークセンスカード、特に回答用紙であるものを、オマールアンサーシート、オプティカルアンサーシート、バブルアンサーシートと呼ぶ。バブルとは円形、また、このシートを読み取る勝利は、 オプティカルマーク、レコグニションと呼ばれる。鉛筆、もしくは繰り出し鉛筆で塗りつぶす記入欄が用紙に印刷されており、また読み取る位置を正確に機械に認識させるための指標となる印が用紙の一部に印刷されている。用紙の隅に切り欠きがあることがあり、この場合は読み取りの際に重ねられたマークシートの中で向きや表裏が正しくないものを人が確認できる。 読み取りには、光学式マーク読み取り装置が用いられる。読み取り時の光の乱反射による孤独を防ぐために、白色度の低い紙が用いられる。1931年、アメリカ合衆国ミシガン州アイアンウッドの高等学校の物理学の教師であるレイナルド・ B ・ジョンソンが、彼の生徒の試験を採点する電気装置の実験を始めた。その装置は、 小さな電気回路を用いて回答用紙の上の鉛筆でつけたマークを検出するものであった。同時期、コロンビア大学教授で IBM の顧問であるベンジャミン・ウッドが異なる方法で試験の採点を機械化することを模索していた。ウッドはマークが薄いほど採点が不正確になることで苦闘していた。一方、ジョンソンは鉛筆のマークの多様さがもはや問題とならないような 電気回路を製作し解決した。1934年、ジョンソンはウッドに彼の装置の設計の説明を送り、ウッドの推薦によってジョンソンは IBM エンディコットエンジニアリングラボラトリーに採用され、自動採点装置の開発に取り掛かった。1937年、IBM から初めて自動採点装置、IBM805 テストスコアリングマシンが販売された。 この装置の利用にあたった。用紙の上には750箇所の回答欄があり、IBM805 はそれに対応する750個の接触板を利用して、鉛筆の真の黒鉛の電気伝導性を感知した。この装置が最初に大規模に利用されたのは、販売前の1936年、ニューヨークリージェンツでの試験であった。それに続く10年間に、SAT の管理団体で、 トーフルやトーイックの開発元であるエデュケーショナルテスティングサービスがこの IBM805 の技術の使用を率先して行った。第二次世界大戦中には新兵の配属先を決める多くの試験がこの装置を使用して電気的に採点された。1962年、IBM は電気伝導性感知方式にとって変わる光学式マーク認識を利用した。 最点装置である IBM 1230オプティカルマークスコアリングリーダーを開発し、1963年 IBM 805の販売は終了となった。IBM による商用名であるマークセンスはエレクトログラフの形式やシステムのための名称であったが、オマールとエレクトログラフのどちらの技術にも使われる用語となった。一方、同社の複数の機器を組み合わせることで、 パンチカードをキーパンチ装置を使用せずマークシートによって作成することが可能となった。以下はマークシートを利用する試験での回答方式の例である。後藤は正当の得点から減点するという採点方式もあり、アメリカの標準化試験にこの方式を採用しているものがある。ありがとうございます。